いたします。橋田充調教師にお話を伺います。まずは優勝本当におめでとうございます。ありがとうございます。アドマイヤー探す、今日は、見事に重賞制覇となりましたが、実際、近況の馬の具合というところも含めて今日はどんな様子だとご覧になってましたか？体調は良かったんですけどね、対戦してる相手に負けてることもありましたからね、看護師、はい、レースの道中というのは今日は運びどんな風だなとご覧になってたんでしょう？スタートのリーマーですしね、だけど位置取りとか仕掛けどころの難しい馬ですので、それは川田君をよく知ってくれてますから、そういった意味ではジョッキーも信頼しながらですよ。そうですね、彼はもうこの馬のことをよく知ってますし、アドマイヤー探す6歳になりましたけれども、本当に2歳の頃から活躍もあってという馬ですけれども、いかがなんですか？まだ例えば伸びしろがあったりという可能性というのはいかがなんでしょう？ダートの世界はですね、これまで活躍できなかったので、まだ6歳っていうと高齢の部類に入らないという。そうですね、やれると思います。今日は 1200m での重賞制覇となりましたけれども、実績なんかを見ますと 1400m にもかなり実績がありまして、1600はちょっと長いんです。そうすると 1400m 以下というのがやはり今後も、そうですね、そうなると思います。今回は、北海道競馬ということなんですけれども、やっぱり北海道競馬は割と2歳馬なんかも活躍を見せていて、例えば橋田先生のところでちょっと楽しみな2歳馬いますよなんていうのはありますか？2歳ですか、はい、2歳なんとか入ってるんですけどね、近いうちにデビューしたりするわけですけど、はい、ちょっと我々も楽しみにしてよろしいでしょうかね。そうですね、出た時は応援してくださいね。そうですね、はい、わかりました。今日はアドマイヤー探すで見事優勝されました。本当におめでとうございました。ありがとうございました。あとはダートの地方の専用の戦に、そうですね、盛岡は使いたいと思う。クラスターですね、はい、そう思ってます。はい、はい、どうもありがとう。ありがとうございます。まっすぐ盛岡、1個挟んでとか。挟まない。